り川支線の風域と建設中の赤昌線風域。周囲約1キロメートル1 5キロメートル範囲。左が紅葉山方面。中央よりやや左に風域。り川方面の分岐を過ぎて、そのまま少し直進したあたりが初代風域跡。駅裏にホッパーが残されている。下側には建設中の赤昌線と写真右端に、 やはり建設中の風駅の上り川スノーシェードが見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成風駅は、かつて、北海道夕張市に所在した、日本国有鉄道夕張線、上り川支線の駅である。二代目風駅は、紅葉山に向かって、左手に設置された仮上工場スタイルの、 簡易硬いたばりの短い短式ホーム一面一線で、駅舎は町とは反対側の川を背にしたホーム横の上り川側にあり、紅葉山側と上り川側の踏切で町内道路と連絡していた。上り川側踏切へは町内道路からは民家の間を抜けて裏手に回り込む細い路地のために分かりがたく、利用者は限られていたようである。 上川支線の軌道跡のうち、紅葉山から、楓、上川地区境界までのほとんどが、国道274号に利用されている。二代目風駅のホーム紅葉山側帯へ連絡していた通路は、拡張されて国道への道に置き換わっている。そして大体となる、赤昌線上の三代目風駅は上川方面へ 1km ほど、進んだ、上川支線の南側に設置された。 abcdefghijk 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線国鉄、jr24 号赤章線、千歳線、殺章線、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2009年12月27日、15ページ。登川村西一般、登川村編九百十五年発行によると、 三井鉱山専用線では、風駅に接続する自社の貨物駅名をこの地のあざなと、同じ久しとめぎ、後の上り川駅の方を、新来る木と称していた。また客扱いはしていなかった。日本国有鉄道工事第29号。官報。通報幌内線、茅野駅ほか6駅の駅員無配置について、鉄道広報、P2、夕張地区ダイヤ改正のお知らせ。 夕張鉄道。2017年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月25日閲覧。ありがとうございます。